はい、見せたい店主のさしこちゃんです。はい、じゃあ店主どうぞ。はい、出来上がったイーラー初週のキットをバックにしてみました。はい、バックにしてみました。もうバックにするって話をね、してたんでね、してみましたっていうか、まあしましたですね。はい、できました。これですね、できました。ちょっとまた失敗してます。お、失敗何を？若干このね、後ろがここね、ああ、この間もなんかここがなんかやっぱ難しいの、ここの部分、ね、ここをきっちりここの外側の布の幅と中の布の幅を合わせるとこうなるとね、でちょっと伸びたりするとよね、この生地が。そうすると若干ずれて、ああそうなんだ。なんか前回なんか作った時もここがこうなったって、こっちもなってる。そうだよ、そうそうやとよって。あ、まあ、うん、生地の長さが違うとこうなるってことね。ここの径、直径がさ微妙にずれるとよね、どうしても。ああ、どうしてもじゃあなりやすいってことね、ここはね、合わせてんだけどってことだよね。バッとやるとね何、合わせてないってこと。 どっち合わせてんだけど、縫ってるうちにずれちゃったんだよね。ああ縫っていけばね、ああまあそうなるね。ということやっぱこういうバックのこうが綺麗なのはやっぱすごい技術、技術というか技だってことだね。はい、もうそこはいいです。まあまあ僕ね、気づかなかったんで、まあ、店主から自分から言うからね。で、はい、裏がこれね、裏もこれあった生地ですね。あった生地、あでもこれなんかここがこういう絞られ、絞れてなんか可愛い感じに結果ね、結果まあまあいいです。で中がこれです、はい、ということと、はい、あとその紐がまあまあもう言った通りですよね、はい、紐つけてできたと。もうすぐできた、すぐね、すぐできるっていうことですね。だからこういうこともできますと、はい、何入れましょう。じゃあ何を入れてお出かけしましょう。じゃあね、で、まあ可愛いかな。お、子供いいの使っていいの、子供。これ引っ掛けてギーピーとか なるんじゃん、大丈夫？そんなに引っ掛かり、引っ掛からない？引っ掛からない。刺し子ほどじゃない。刺し子はなんか引っ掛かりそうだけど、しっかりしてるもんね。やっぱここはね。うん。じゃあ子供が、うん、子供にあげる。うん、ちょっと考えて。はい。じゃあ今日はあのイーラー初週ね。刺した後のバックにしますっていうところまでだったんですけど、実際バックができましたと。スナップボタンつけるかな、ここ。スナップボタン、ね、ああボタンをつけて、もうそれでもいいですし、そこはもう自由にしてください。もうそこは、はい、もう勝手にしてください。はい、ということでできましたの動画でした。もしね、そういうのを考えている方は参考にされてみてください。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい。